スノーマン、事務所挙げての国民的グループ推進にもやる古参ファン、ソレスの V6 継承とメグロレンダウール加入の過去を告白する事情。スノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。ソレスの TBS 系、金曜夜8時で V6 から未成年の主張を継承することに賛否の声が寄せられている。問題の未成年の主張は、 V6 がレギュラー出演していた学校へ行こう。シリーズ、同局系の看板コーナーで V6 のメンバー2人が見守る中、学校の屋上で生徒が思いの丈を叫ぶというもの。1995年に放送されて大ヒットした連続ドラマ、未成年の最終回で主演の石田一世、49が叫んだシーンがが元ネタ。 6月28日放送のソレスのでは岩本光カル31と佐久間大輔31が東京都の成立学園を訪問岩本は伝説の企画をやらせていただく佐久間は V6 兄さん見てくれますかねとコメントしたまたスタジオゲストには V6 の元リーダー坂本正幸52と当時学校へ行こう にレギュラー出演していたサエコ37が出演した。学生たちの主張は、好きな女子3人に次々と告白する男子や、それすのプロデューサーをやりたいという女子などで大盛り上がり。彼女から別れを切り出し、彼氏もそれを受け入れるという主張には、以前は付き合ってくださいと告白して、それに返事をするというパターンが定番だったため、サエコが、 令和の種馬って、こんなのと驚いた。そして、ソレスのバージョン、未成年の主張の感想を求められると、サエコは、学校へ行こう、時代とは別の、スノーマンさんらしい新しい回になってた、とし、マインドが受け継がれていくことが嬉しかった、とコメント。続けて、坂本が、この未成年の主張、この番組で受け継いでもらいたい、と提案し、スノーマンを歓喜させた。 これに対する X、旧ツイッター上の反響は、ソレスノが未成年の主張を受け継ぐのは、ほんまにありだと思うああいうバラエティが必要。レギュラー企画してやっていくのはどうかなって感じ正直オリジナルを超えられることはないと思う。申し訳ないけど、引き継がないでほしいと思いました。他の企画でソレスノは十分面白いです。など賛否の声が。否定的な声には、 スノーマンが先輩の力を借りるのではなく、オリジナル企画で勝負してほしいという思いがあるのでしょう。<ら>ただ、未成年の主張は、学校へ行こう終了後も、特別番組でも取り上げられた人気企画。かつて見ていた人が、それスノを見るきっかけになるので、継承によって国民的番組、国民的グループを大きく前進するのは間違いないです。芸能ライター、坂上五郎。 また、7月5日放送会の予告には、嵐二宮和成がゲスト出演し、スタッフのいない場所で、初めて本音をぶつけ合うトーク企画の一部が流れ、こちらにも賛否の声が。そのトークでは、渡辺翔太31が最終的に十何人になる予定だったや、滝沢くんが行くんだったら、俺らも行くのかなって、と発言。かつて向井孝二、 三十、30ウロレン二十七ラウール二十一の三人が新たにメンバーとして加入した経緯や、スノーマンのデビューに敬わっていた、滝沢秀明氏四十二の対処についても語られるようだ。これに対しても X 上で賛否が分かれ、滝沢の話誰が興味あんのスノってこれからこういう扱いをされるのかもしれないですね。矢表に立たされて、 いろいろ憶測があることについての釈明をさせられるみたいな、この企画出た段階で本人たちも了承してるだろうし、ある意味一句切りつけたんじゃないかな、などの声が。賛否の声はありますが、これはもちろん事務所公認で過去のことを一旦ここで明らかにする。そして、改めてスタート者で9人のスノーマンとしてやっていくという宣言なのでしょう。 その企画継承も含め、事務所側もスノーマンを次のステップに進め、国民的グループに押し上げようという意図を感じます。全道滝沢氏の対処や、小ジャニー北川氏の性加害問題などネガティブな状況が続いていたが、それも落ち着いてきて、グループとしてもメンバー個人としても、それぞれ活動が活発化しているスノーマン。だからこそ、このタイミングで企画継承、 過去の告白なのだろう。今後の躍進に期待したい。メグロレンも俳優として着実にステップアップ。スノーマンの存在感はますます大きくなっている。